はい、はい、じゃあ石川りかちゃんの苦手なものはこちらです。鳥ですね。鳥はダメなの、はい、どうして苦手なんですか。いや本当にダメなんです。そうよね、本当だよね。本当にあの食べる鳥は好きなんですけど、生きてる鳥は本当にもうダメなんです。あのでですね、あの、うん、実はあちらの方にですね苦手な鳥を用意したんですね。そう、ほら、あ、違う、それであの本当に苦手なのは知ってるんですよ、うん、だから遠くに、うん、あの設置したんですけれども、うん、頑張って頑張ってできるところまで近づいてもらっていいですか。催眠で、まずは、まずは今ね、今普通にどこまで行けますよ。催眠をかけずに、かける前だいたい今10メーターありますね、頑張って頑張って。おー、いた7メーターぐらいかな。はい、危ないかないだろ。はい、ここです、ね、はい、ここです。はい、わかりました。あ、じゃあもう戻ってきて大丈夫です、うん、ありがとうございます。どうしよう、ではどうしよう。じゃあピロートも行きますか。はい、じゃあ中山先生、はい、早速サインで、はい、わかりました。サインです。口説きますよ。よろしく。行きますよ。知ってます。本当に知りましたぜ。じゃあやっていきましょう。好きになれるように今年問い出しですからね。はい、じゃあ私はまたこう持ちます。そして揺すっていきます。力抜いて、そう、ずっと吸っていくと、どんどんあなたの中で今まで思っていた鳥嫌いというのがどんどん薄れていくよ。どんどん消えて、どんどんあなたの中で、そう、とっても可愛く感じていくよ。そう、見れば見るほどそばに近づいてきたくなるよ。さあ、もう戻っていくよ。さあ、先生見てみよう。一つ二つです。ゆっくり見て、ほら、スーって行ってみようか。そう、平気だよね。あ、もう平気だよね。ね。あ、超えた。危ないと思う。大丈夫だよね。近づこう。はい。あ、自分で行けるんですか。自分で一人で行けるんですか。ね。あ、行きましたよ。3メーター、2メーター、至近距離。1メーターまで来た。どうだ。苦手な鶏の間近に来ました。触っていいよ。生で来た方がいいよ。だから食べちゃダメなの、食べちゃ。そのまま顔を上げて。ちょっとでもタッチできれば成功。触れますか。触れますか。触ってもいいですよ。触っても大丈夫。全然問題ないです。うわー、近づいた。すごい。すごい。危ない。おい。上げちゃおう。開けちゃえ。どうでしょうか。そこで開けて。開けちゃうの。可愛いでしょ。大丈夫。大丈夫でしょ。ここにいるのは大丈夫。うん。触ってみよう。電気でやってみよう。じゃあここで、ですね。一緒に飛んじゃうっつうの。チャレンジの本当にチャレンジしてもらう鶏の登場をしたいと思います。はい、お願いします。どういうこと。何。うわ。うわ。でも平気だよね。え、大丈夫。いい大きな茶色の鳥、これで豚と鳥が入っております。現れました。あんなの入るんですか。巨大な鳥かご、もしかして、もしかして、ちゃんと見てみよう。いい、可愛いと思うよ。どう、大丈夫ですか。近づいてきますね。やってみる。大丈夫でしょうか。中に入れますか。はい、じゃあ入りますよ。苦手なものを克服できるようです。自ら鶏の松、鳥の中に入りました。やってあげたら可愛いと思う。パタパタしてるでしょ。触れますか。もっと可愛くなるよ。これだけでも結構すごいんですか。はい、いや、すごい。危ないよ。怖くないよね。止めて。いや、成功でしょう、これは。これやりましょう。やりました。リアルチャレンジ大成功。すごい。なんで、じゃあ、ほどいてみようか。催眠からこっち見て。ちゃうと見て。どうしたの。
こうやってやるぞ、スーッとやるぞ、ほら、スーッとやるぞ、優しい、先生優しい、スーッと押して、先生ね、これで銀座で随分鳴らせるんですよ、平均だったでしょ、大丈夫、大丈夫、やりました、素晴らしい、よかったね、はい、よろしく、よかったね、大丈夫でしょ、大丈夫だよ、そうでしょ、でもすごいすごい、一瞬解かれた時は、解かれた時どうだったの、鳥肌がすごい立って、鳥肌立ったの、気持ち悪くなったんですけど、またこうやってかけられたら全然見てても大丈夫です、みんなの声は聞こえてんの、聞こえてます、聞こえてます、そうなん、そこが違うの、うん、意識はあるんだよ、はい、そうです、ね、はい、その通りです、意識はあるのに平均になっちゃう、はい、さん、さすが分かってる、ありがとうございます、山本先生でございました、じゃあどうも。